なんかめっちゃ疲れた。なんでやろうってぐらい疲労感は半端じゃないけど、なんか疲労感すぎてもうもはやお腹も空いてないみたいな感じを出しといて、そんな気持ちもありつつめっちゃ辛いものが食べたいという気持ちもあり、たらーん、久々の登場。タラララーン。打ち上げの方のツイートをするかどうかを悩んでいる。てかなんかさっきツイートがねおかしかったんよ。一件やり直した。胸息の生誕の方のツイートやり直しました。むくんでる。スケッさん、シマンチュさん、おいでます元気さん、バラ、ナカノンさん、ナーラブさん、なんかチャララみたいなやつと猫、マルトモちゃん、猫。奥行きさん、ありがとうございます。ツイートしようかな。7周年ツアーうち祭り大好きな。オタク感半端なかった。そうでしょ、私が本気を出せる分野があり来たかもしれない。いや、我ながら頑張ったと思いますよ。大好きな47。今日のってさ、なんかハッシュタグあるないか。都道府県別まさか一人ですると思わなかった。いや、そうどうするってなって、メンバー47人もおらんしってなってって感じ。もう全部言うわって言った。てか麺絶対伸びるわこれ。もうね、入れてから結構経った。もう5分は絶対経った。汁を吸いすぎてしまうかもしれない。え、しかも辛いもの、ちょっと辛いもの、最近辛いものが食べたくなるんですよ。別にストレスどうこうとかじゃなくて、あの、もともと辛いもの好きやったけど、なんか食べる機会が減っていたのがまた戻りつつあるみたいな感じ。やばい、めっちゃ結構汁吸ってきた。やばいですよ。熱い熱い。もうコタンメンを記念撮影。ツイートしようかな。間違った。
久々の蒙古タンメン、結構ちゃんと辛味オイルもかけます。本当は辛麺も食べたい。あのこの東京期間で食べたかったんよ。でもなんか食べるタイミングなくて食べんかったけん、カップ麺。辛そうでしょ。35分にツイートします。ちょっと熱いよね、持っとくのが。馬です。夕食それだけですかいえ、お弁当食べました。お弁当は食べたんですけど、まあ、始まる前に食べたので、それって6時前じゃないですか。終わったら疲れてまた食べたくなった。麺。胸息合い伝わりました。そんなもんはありません。あ、そう、今日ね胸息の生誕でてかメールも書きたいんだけど、ちょっと一旦食べないと麺汁吸っちゃう。飯してろ。みんなに飯してろ。やっぱさ、辛さになんか最近また強くなった気がする。強くなったかも。あんまりなんか辛いと思わんくなってきたやばいよね。ツイートします。
あ、そう、今日インスタも投稿しました。ちゃっかり、ちゃっかり、しっかり。これは熱いのか辛いのか、はたまたどっちもなのか。ふふふふふ、コンビニおしぼりくれる店員さんが好き。なんかたまにクレーンしておるよね。レイト面のイントネーションと同じでさすがでした。それはツイートにね、ツイートのコメントに書かないと。じゃなくて、暑い、急に暑くなった。冷房つけているんですけど。暑い。福井飛んでないよ。さあ飛ばさない派だから、結構結構飛ばさずにやれるタイプなんで。ちょっといいや、後で、一旦後で。うんうんうん。暑。メールは50分から送る。よいしょ、どっから読んでないかな。ヒラリンハットさん、竹松るさん、ミシタラさん、コーツさん、恋してカープさん、ヤジウマさん、猫てか今日で終わりだよ、6月が。大愚さん、赤色サンタさん、めっちゃ可愛いギフト、心の困りごと相談室さん、赤色サンタさん、ハート、バオバブさん、ピルスさん、ハート、松田さん、タラオさん、めちゃキノコさん、可愛いギフト、あっくんとしやさん、赤いたぬきさん、ありがとうございます。やっぱりオタクは可愛いよで好きになりましたって。え、聞こえとる？聞こえとった？いや、なんかみんなの向上で聞こえてないかなと思ったけど、配信には聞こえたか。熱い。辛麺食べたいな、うん、
っと見つけた王子様も言った。でもオタクが可愛い。その後は全部あれ疑問系で言ったよ。可愛いよ、好き好き大好き、やっぱ好き。やっと見つけた王子様。ちゃんと疑問系で言いましたから。いっぱい歌ってくれて嬉しかったよってね。やっけん多分サラが選んだ3曲とも3曲とも全部人気が高かったってことよね多分。だどう考えても1位は47やろ、オタク界で言うたら。 STU メンバーはあまりいなかったかもしれないけど、どう考えても47やろ。盛り上がる曲1位はどう考えても47やろ。うどむさん、ハート、やじうまさん、ありがとうございます。スマイルさん、マグさん、ナーラブさん、スケさん、ありがとうございます。熱い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 。今日の蒙古タンメン豆腐があんまおらん、あ、おった。ミキヤくん、そうちゃん、バオバブさん、ありがとうございます。そう、今日はね胸駅の生誕祭で、何気に胸駅の生誕祭に出るの初めてだったんですけど、手紙を書きました。まあだろうなって思ってました。自分でも絶対来るだろうなって、依頼が。絶対来るだろうなって正直思ってました。そしたら来ました。でしかも今日楽屋でなんかサラピでしょって工藤に言われて、まず胸息がおらんところで工藤に言われて、違うよって工藤にも普通に、え、違うよって言って、って言われて、私は代読だよって言って、でなっちゃんにも手紙サラピーって聞かれて、え、違うよ、代読だよ、誰からかの、誰から来とるんかは知らんみたいな、私は読むけど代読だよみたいな言ったんですよ。でそしたら胸駅が、手紙はサラピかなって言ってきたけど、え、違うよって、さっき工藤にも言ったけど代読だよって言ったら、でもサラピしかおらんよみたいな、サラピでしょみたいな、いやサラピだねみたいなずっと言われて、私でした。そう、去年の段階で胸駅からサラピかと思っとったって言われたんよ。やけん、まあ胸駅からしたらまあそりゃそうでしょって感じだね。
何気に初出演でした。胸息の生誕祭、多分四国でやったら一緒にならんし、その前は僕隊やったんかな、なんか覚えてないけど、とりあえず出たことなくて。っていう話をしとったら、なんかサラピー手紙書きすぎじゃないってそうみんなに言われて、いやそれなって言って、じゃあもうで、なっちゃんが自分も半年後ぐらいにある誕生日あるって言って、いやもう今後来たものは今後手紙以来来たらもう断りますとか言って、もうお断りさせていただきますとか言って手紙良かったな、本当ですか？そう今メール書いて、ナラブさんハートだった。五番さん、猫、うどむさん、猫、服部さん、つーくん、大阪 LLC さん、猫猫、歌猫、うどむさん、歌猫、これ猫だよね、猫だよね、歌猫、ありがとうございます。今まで来て手紙以来来てこたったことはもちろんありません、はい、ありませんよ今まで帰ってきたらすごく、もう本当に何人帰ったかなって感じ、2期だけでも結構、しかもでも半分半分ぐらい、自分で読むの半分、代読で読んでもらうの半分みたいな感じ。もうご対面ショット。話しようとしたっけ、
あ、そう、2期は工藤、しみさら、田中美穂、宗行、うん、で、ありちゃん、沖さん、矢野さん、千穂さんかな。8人今まで書いたの。アンナちゃん書いたことない。アンナちゃん卒業の時とかね、だってコウコさんやったし、書いたことないんですよ。そ、来るとしたら誰だ、まああとは書くとしたら、いずれ来るとしたら、まあなんか想像つくよね、誰かなみたいなの。なっちゃんと、まひなさんとみたいな。池田とみたいな、わからんけどね。あるとしたら。なんか本当に辛いってあんま思わんくなってきたな。やばいかな。これってやばい。そう、名字呼びでねバレるんよね、手紙が。工藤宗行ときましたからね。あとは池田ぐらい。あと何分？あと6分ある。え、なんかちょっとでも冷えてきて、冷めてきて、辛くなく感じてきだしたのもあるけど、にしてもなんか、蒙古タンメンのお店行った時もあんまりね辛いと思わなかったよね。なんでだろう、おかしいかな。この前お父さんに辛いの食べたいって言って、本当に四川系のよだれ鶏となんか辛い汁なし担々麺みたいなやつ、結構山椒の効いた汁なし担々麺と、あと何食べたっけ、なんか食べた。そう、なんかあのピリリじゃやっぱ足りないぐらいの辛さがあったんでね。なんかあの中国の方、台湾の方、分からんけど中国人の方とかがお店でやっとるようなガチの辛いやつ。火鍋とかも食べたいんよ。お父さん辛さに強いんか、え、知らん。興味ない。知らん。食べれんことはないと思う、少なからず。
か沙羅がさ、お父さんとご飯行きましたとかさ送ったらさ、みんながメールの返信でこんな可愛い娘がご飯に行ってくれるだけでお父さん嬉しいと思うよみたいなさ返信してくるじゃん。でさしてくるんやけどさ、でもお父さんはなんか違う他のアイドルの誰とは言わないですけど、いやこの子可愛いねみたいな、この子はいいでしょみたいな、この子はいいよみたいな言ってくるけん、こんな娘がおることにも感謝しろって言って、そんなその子のお父さんだって娘には思うわけないやろって言って、その子の娘思わんよって言って、サラやけんそう思うやろって言って、いずれサラが娘じゃなかったら思うからなって言っといた。サラのお宅はそうやって言ってくるんだぞって言っといたそう言っときました。サラのお宅はそうやって言ってくるんやけどな。僕は娘とご飯なんて何十年も行ってないなとか言ってくるやぞって言うよ。全然言っちゃいますと言っている間に1分しかない。メールを送ってるから待って。これ間に合わんかったらやばい。間に合った。ダーワさん、バオバブさん、シマンチュさん、ありがとうございます。ウドムさん、猫、これを辛いと思えなくなってきた私は激辛いけるかもしれない。でもさ、本当の激辛番組ってこんなもんじゃないよ出たことないけど、きっと絶対こんなもんじゃないと思うんだ。出たことないから知らないけど、そういうのやってみたいって思うけど、なんか自分でプライベートでお金払って動画とか回すわけでもなく、プライベートでやるのはちょっとなんかあれだなと思うけど、企画とかでやりたい。
ちょっと辛いって感じた。でもなんか前はもっと辛く感じとったよね。あら、ナラブさん、ありがくまたわ、ありがたわ。飲み物なしでずっと食べとる。しっかりとこういう部分までちゃんと食べる派。汗出らん。北極ラーメンも売っとったよね。シンプルに蒙古タンメンの方が好きだなと思って蒙古タンメンにした。北極ラーメン食べたことあるけどあんま覚えてない。でもそんな辛くなかったイメージあるよね。完食。飲み物さすがに取ってくるわ。取ってきます。そして辛いものを食べ終わった吉田沙羅、なんとじゃらこれやばくない？激辛マニア。何これ、なんか視界に入ってきたんよ。だって仕方なくない？視界に入ってきたんやもん。え、辛いかなこれ。待って、視界に入ってきたんだもーんって感じ。あ、ここにあった。仕方なくない？激辛への誘い、激辛への入り口は旨味、美味しさで油断を誘い引き入れる。旨味の後にやがて訪れる強烈な刺激、それはみんなが耐えられるものではない。お気をつけて。てんてんてん。注意書きまである。注意、辛さに自信がある方のみご賞味ください。むせる可能性がありますので飲み物を用意することをお勧めします。食べた後の手で目などをこすらない、また鼻などに破片が入らないようにご注意ください。唇や口内に傷がある場合しみることがあります。お気をつけて口に入れてくださいって書いてあります。
ほら、辛さに自信のある方のみで。そんな辛いんかな。そんなに辛いのかしら。辛いのでしょうか。普通にコンビニに売っとったんよ。でもあ、でも匂いはなんか美味しい、美味しい匂いです。では食べてみたいと思います。まあちょっと赤黒いですね。辛くない。え？え？全然辛くない。どうしよう。一旦タワーのお礼書こう。辛くない。え、辛くないんだけど、どうしよう。あー。確かに旨味、美味しさで油断を誘い引き入れる、旨味の後にやがて訪れる強烈な刺激。まあ確かに、あー確かに。でも分からん、なんか自分の感覚が。まあ辛いかも。みんなに食べてみてほしい。みんなが食べてみらんと。みんなもさ、これを分からんけん分からんじゃん。じゃあこれが今テレビだと思ったら、ってやるけど。でも後から来るんよって何回言っとる。もうだいぶ後じゃん。これで今度は何時間後に来るんだよ。もうだいぶ経ったって。飲み込んでから結構経ったって。くまちゃん、食べてみてほしい。みんなにもどうなのかわからない。でも蒙古タンメンよりは辛いかも。なんか唐辛子って感じ。食べてみて。コンビニ普通にありました。セブン。でも多分これを普通にじゃがりことかの感覚でこうパク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 食べたら辛いかもね。それはもうヒーって絶対なると思う。確かに食べてすぐは本当に何も無味ってぐらい、もはや何もなくて、でちょっと経ったらあー確かにみたいな。このなんかめっちゃ書いてあるけんさ、やばいこの刺激みたいな、
書いてあるけんあれやったけど、まあじわじわお菓子でここまでちゃんと来るのは珍しいかも。カラムーチョとかはもうこれにこれで考えたら全然辛くない。普通に辛いのが好きな人それぐらい、蒙古タンメン食べてもなんともないよぐらいの人はいいかもしれんけど、普通に辛いのが苦手な人だったら絶対辛いと思うってなると思う絶対にね。でもね、辛さとかってさ、やっぱ人によってさ感覚が違うけんさ、書いとかんとね、辛さこんぐらいこんぐらい注意書きしとかないとね。ラブさんありがとう。クマ、ありがとう。そのおやつが決まりましたって、夜のおやつ。え、サラはずっと昨日言ったっけ、言ってないかな、ずっと食べたいのがあって、ココイチの夏に出るチキンと夏野菜カレーみたいなやつが結構好きで、スパイスカレーも出るんやけど、でそういえば夏やけん出たかなって思って昨日見たら出とったけん、めっちゃ食べたい、もうめっちゃ食べたい、めっちゃ食べたい。それがめっちゃ食べたいんですよ。そう、それがねめっちゃ好きなんよ。夏に出る味、
ココイチ食べたい。最近困っていることは、ないかな。あったとしてもこんなとこで出てこないかな出てこないかな。ちなみに最近お疲れモードではって、何を根拠に。今日は疲れてます。そりゃね、今日はそりゃ疲れたけど、今日以外は別にお疲れモードじゃないし、いや、やっぱ最近困っていることあるかもしれない。やっぱりめんどくさいコメントをしてくる人ほどコメントをずっとしてくることです。助けていただけますか変な人ばっかりコメントして、まともな人が負けてコメントしてくれなくなることです。7月も忙しくない？どうでしょうね。7月は分からん。どうだろう。分かりません予定はいつもあまり分からないので分かりません、そんなことない気がする。いや、分からん、分からない。その表に立つ系の仕事はあんまりないかもしれないけど、そういうレッスンとかそういうのがいっぱいある可能性はあるよね。そういうので忙しくなる可能性はあるよねって感じかな。でもなんかあんまり予定がないよね。
来週の、そうですね、来週お話し会がありますけど、まあオンラインですね。まあなんだかそんなこんなで終わりにしようかな。それではランキングを読もうかなと思います。それではランキング読みます。13位おいでます元気さん、12位めちきのこさん、11位バブブさん、10位マグさん、9位ふっくらしたごはん5番さん、8位まるともちゃん、7位ピアシさん、6位中野さん、5位やじうまさん、4位赤色サンチさん、3位大阪 LLC さん、2位うどむさん、1位ならぶさん、ありがとうございました。それでは6月もありがとうございました。ツイートも今日3回とツイートしたかなし、インスタも投稿したし、メールも送ってるので見といてください。それでは終わります。ありがとうございました。バイバーイ。6月ありがとうございました。モバメ7月撮ってください。バイバーイ。